福岡2日目終わりました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日多分やってみてみんな思ったことあると思うんですけど、なんかあります？はい、はい、僕は本当に昨日よりたくさんの方が見てくれたことがまず嬉しくて、まあこれはもう僕たちのなんかこう実力っていうよりは本当にこう場所を貸していただいた大師さんだったり、やっぱこう僕たちを見ようと思ってくれる方がこう少しでも多くなって、すごい今日はそれがまず嬉しくて、でこうパフォーマンスしてる時もこう皆さんの笑顔を見ながら、で僕たちもそれで自然に笑顔になってパフォーマンスができて、すごいこっちも楽しませてもらっちゃったなっていう気持ちで、それをまた次のライブで恩返しできたらなと思います。ありがとうございました。じゃあ次はマレちゃんお願いします。はい今リュウキも言ったんですけど、昨日よりもたくさんの方が見に来てくださってすごい驚きました。私はライブをするときにすごく自分も楽しいだけじゃなくて、お客さんの笑顔を見れることが本当に幸せなことなんだなと毎回すごく思いますよ思いますよ、思いますよ。そしてメンバーとその、まあ、福岡が今日2日間あったんですけど、メンバーとこう昨日の反省を生かして今日に持ってくるまで、こうみんなのことをもう少し知れたりだとか、あとそうですね、その本当に場所をお貸しくださった大師さんだったりスタッフさんだったり、いろんな人の協力があって、そしてファンの人の存在があって自分たちがステージに立てると思うので、次の公演も12人気持ちを一つに、そして出演するメンバーは本当に気合を入れて頑張っていけたらいいなと思います。やっぱ今もう全員12人がステージを経験しているということなので、なんかもうこれからもっともっと気を引き締めて引き続きエジェリック頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、Yeah.